ニアです。今日はこんなコスチュームにお着替えしてみます。こちらのバスタオルです。それでは早速お着替えしてみます。こういう感じです。今日は、コスチュームとして売ってたバスタオルを着てみました。で、ちゃんと買うコスチュームなので、このところにちゃんとベルクロがついてるんですけど、マジックテープがついてて、一応止めれるんですが、ちょっと緩くて、ちょっと落っこちそうでちょっと危険なんですけど、こんな感じです。それでは今日のブラジャーとパンティをご紹介します。脱ぎました。こういうパンティーです。今日は紫色のパンティーです。真ん中にはシフォンの生地がついているんですけれども、ほんのりわかりますかね、ちょっと見えるかな。うん。で、本当に中心のところだけ同じ紫色のレースがチコッとついていて、で、一番この可愛いポイントがこのレースですね。このレースが上にあることで、ちょっとお肌が透けるので、遠目から見た時に、こう、可愛らしく見える、そんなパンティーです。次はブラジャーをご紹介します。はい、脱ぎました。こういうブラジャーです。ブラジャーも紫一色で、パンティーとお揃いのレースがカップの上の方に、縫い付いています。カップの下に U 字に沿って、このレースがちょっとひらひらっとしたレースがついていて、これもまたお肌に透けてとっても可愛らしいです。真ん中には紫のサテンのレースと涙型のチャームが一つついています。はい、それでは今日はバスタオルのコスチュームで、このブラジャーとパンティをご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録と高評価ポチッとお願いします。また、ニアの裏チャンネル、ブラブラマニアも動画を投稿してますので、チャンネル登録をして、ぜひご覧ください。また、ニアのファンクラブ、ファンティア、オンリーファンズ、こちらもたくさん動画を投稿しておりますので、ぜひ遊びに来てください。ニアの固定コメント、またはこの動画の概要欄にリンクを貼ってありますので、こちらもポチッと押して遊びに来てくださいね。それでは、ニアでした。バイバーイ。